俺は心の中でミコリンと呼んでいる。ミコリン、癒し系なのかな。待ってくれ、来ないで。私のことは君のことも大事なんだ。なぜ野崎の家で桜が修羅場を。あ、なんだそのちっこいの。ミコシバくんです。嘘つき。これにする。こいつ、どことなくさくらに似てないか。野崎、もしかして。ミコシバ？この人がミコリン？どうも。あ、そう。俺の方がアシスタントとして先輩だから、せいぜい敬えよな。はい。てめえら、部活真面目にやんねえなら俺と遊ぶか？野崎くん、どこがミコリンなの？なんかすごいチャラチャラしてるよ。それになんか怖いよ。遊ぶってつまりそういうことだぜ。後でめいめい泣いたって誰も助けに来ねえよ、子羊ちゃん。自分で言って自分で恥ずかしがってるんだ。愛らしいだろ。なら言わなきゃいいのに。ベタ手伝ってます、さくらです。よろしくお願いします。先に一つ言っておくぞ。わからねえことがあっても俺には聞くな。そういうめんどくさいことは嫌いなんだ。ここって聞いてほしそうにしてるから何か質問してやってくれ。めんどくせえ。あの、ミコシバくん、ここのツヤベタなんだけど。はあ、そんなんもわかんねえの。しょうがねえな、貸してみろよ。すげえだろ。あいつとは1年の時から同じクラスで、初めはお互いライバル視してたんだけどよ。今ではすっかり友達に。相手にならなかったんだね、ミコリン。いいか、ここはつむじに一度印をつけてそれから書くんだ。あー、すごい。ここがポイントだぞ。ああ、なるほど。よく見とけよ。金になる。そしてここをこうすると楽だぞ。あー、うまい。それでな、パシリ君よ。俺はコーヒー。うん、分かった。先輩だからな。うん、俺、先輩だからな。先輩、ついてきちゃ意味ないです。うるせえ、これだけ見て言うな。終わったぜ。すごいよ、ミコシバくん。すごく綺麗、なんと細かい。花と小物と効果なら任せておく。ミコシバくん、本当にモテるんだね。ん？彼女とかいるの？いや、ラブハンターだからな。照れないでミコリン、こっちが恥ずかしいから。照れてねえよ、だいたいミコリンって呼ぶな。バーカバーカ。ってことはこの中にミコリンがいるのか。誰だろう。ヒロインだ。ヒロイン。私頼ってくれるの待ってるんだから、気づいてよ。マジでミコリンだ。ごめんね、ミコシバくん。つい。そんなこと言ってると。ん？こっちだって、
チオリンって呼んじゃうぜ。引くな、乗れよ、乗ってこいよ。ほー、新キャラな。そう、この前私の友達のゆずきを紹介したの。おいおい、誰に聞いてんだよ。目の前にいいんだろ、超美形のプレイボーイが。なんだよその目、分かってるよ、ちょっと行ってみただけだよ。どうも。どうも。あ、もしかして演劇部だから学園の王子様。いや、それもあるけどよ。鹿島くん、お、いや、というか、やだもう、私のバカ。ニコリンってヒロインのモデルだしな。昨日言ってた少女漫画っぽいの紹介してやるよ。新キャラのモデル、どんな子？聞いて驚け、奴の通称は学園の王子様だ。マミコにはもう佐々木くんがいるのに。ニコリンの化け物、なんでだよ。ニコリンのそばって落ち着くね。なんだよ、褒めても何も出ねえぞ。マンションの一室であれやこれやする中だ。いかがわしすぎるだろう。お、マスターすんの早いじゃねえか。まあね、はじめはなんだこれって思ったけど、ベタ指定のことなら完璧。アキ、今日泊まっていいか。ああ、いいぞ。いいな、お泊まり楽しそうだね。いつもどんなことするの？そうだな、相談に乗ってもらったりするぜ。へー。主に女の話でな。鹿島の友達だと思ってたんだが、こんなところで会うとはな。ボウフラって何かの虫だったよね。蚊の子供じゃなかったか。だいたい弱いとこ見たって女はがっかりするだけだろう。桜にでも聞いてみろよ。佐々木くん、